はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。王大様、僕平将様、私も平将様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。僕平将様と私も平将様は、ご兄弟とかご夫婦とかお友達とか、何でしょうか。平商業高校、福島県立平商業高校というのが私のあの高校の隣にありまして、私の高校は男子校でむさ苦しくて、なんか集会が終わった体育館とかお酢の匂いでムッとしてたんですけども、くせえのなんの。平商はですね、女子の方が多くてですね、綺麗な子も多くてですね、羨ましいなぁなどと思っていた覚えがあります。6月11日 NHK ネット聴取反対デモ開催、来てね。遠方やお仕事で参加できない方はこういうデモあるよ、宣伝拡散にご協力いただけるとありがたく思います。知らない人多いからね、こういうデモあるってね。なかなか私の YouTube と Twitter が宣伝手段なんですけども、なかなか一人の力では、ご協力ください。割増金被害者さんに取材したのでご連絡ください。直接お電話いただいても構いません。メール党員限定懇親会、ご応募ください。6月24日土曜日の予定かな。立憲グッドジョブ、グッジョブ、まあ立憲だけじゃないんですけど、 LGBT 法案で譲らず会期切れ廃案の可能性が出てきた。自公案、維新国民案、パヨ4党案っていうのが3つ出てるそうであります。自公案、けんけんがくがくでやっと出来上がった案だ、違う形では成立できない、これ譲らない、練りに練ったもんだから譲れない。立憲泉、自民党自身が問われている、まあ譲らないぞ、自民が引けって、言ってんでしょうね。両者妥協の余地なしということで、岸田総理サミットが終わった途端に無関心、 LGBT の 方のことを言わなくなったあはははというですね。自民党中堅議員、支援者の保守層を意識してしまう、あんな法律いらない、と断言。まあ保守の方な方なんですかね。一般反応、サミット終わったし、これが仲折れっていうやつか。岸田、サミットが終わったからどうでもいい、 LGBT 利権法なんか必要なし、このまま消えてもいいんじゃね。国民の多くは無関係だし、そうなんだよね、無関係なんだよね。なんか多くのノーマル、性的ノーマルにとっては負担となるような予感がプンプンすっから嫌なんだよね。なんでこんなとこにことに力入れてんのか不思議。ジェンダーレストイレ、涙目。もう作っちゃったジェンダーレストイレは、まあ涙目ですね。まあまあ、トイレが一つしかない、個人経営の喫茶店とか、個人経営の、食堂とかなら、まあ、ジェンダーレスは当たり前のことなんですけれども、そもそも LGBT 差別なんかない。これが真実だと思いますよ。そもそも日本は LGBT 差別なんかない。もし、LGBT が、差別されてて嫌われてたら、マツコも、ミッツも、おすぎもピーコも、ピーターも、三輪明宏さんも、テレビに出れてない。特殊4党が譲らず、膠着からの廃案が望ましいんですけれども、まあ実利をとってね、ちょっと頭が良ければ、パヨ4党、ちょっと頭が良ければですね、まあ実利をとって、とりあえず成立させて、なし崩しってしたんでしょうけど、よかった、頭悪くて。よかった、あいつら頭悪くて。推進派の細野モナオ、理念法だから、罰則ないから、なんだそのね、何もしないから、休んでるだけだから、みたいな、その詐欺っぽいノリは、罰則のない理念法をもとにですね、変な条例作られちまうっていうのはですね、川崎のヘイトスピーチ条例や、これ罰則対象が日本人だけっておかしいだろ、それ条例自体が差別だろっていう、おかしすぎる川崎の条例や、武蔵野市外国人住民投票条例、これ未遂、我々が大騒ぎに騒いで、何人も何人も外線とかにも行ってくれて、未遂に終わった。で、証明済みであります。LGBT 理解推進協会であるとか、LGBT の理解を深める講師を派遣します協会であるとか、LGBT 小学会とか、
ジェンダーレストイレ設置推進協会とか、数々のね、公金集中団体が作られて、官僚その他の食い縁になるのは明白であります。それでね、それで、ますますの実質税負担率が上昇にもつながる。税金使いすぎて。自民、中堅議員、こんなもんいらねえ。その通りですよ。旧約聖書、ソドムとゴモラの町は、不適切な肉の欲にふけっていた。神は火と硫黄を降らせて滅ぼした。ソドムの町の行為は、ソドミー、ホモセクシャルのことですね。キリスト教圏の国は、ホモレズけしからんつって、弾圧してたんですよ。つい最近まで。もうね、30年ぐらい前まで、つい最近までね。科学の進歩でですね、先天性のもので、本人に罪はない。大体 5% ぐらい存在する。芸術や音楽の発展には必要っていうことが分かってきて、問答無用で殴ってきたことへの反動から今のようなありさまに、有名な服のデザイナーとかなんですけど、ノーマルの人探すの難しいって、大抵芸か映え、芸術とか音楽に秀でてるんですよ。どういうわけか。まあおすぎさん、ピーコさんなんかも映画評論家でしたっけ。今でもアメリカの田舎町とかではホモとバレると普通に殴られたりするそうで、まあまあ弾圧が厳しかったんだよ。翻って日本ではですね、奈良時代の経文に残る落書き、ああ稚児の尻舐めたい本当なんだから、本当に落書きされてたんだから1000年ぐらい前この頃の僧侶って全員ね国家公務員だったのに、この始末ですよ。東大寺と、まあ、それの支店として国分寺が作られて、そこに勤める僧侶は、みんな国家公務員、国の、国営寺社だったわね。鎌倉時代、十八禁絵巻、まあ、小説なんですけれども、稚児の像師、成立、醍醐寺秘蔵の品が有名であります。稚児の像師、現代語訳で、検索するとですね、えげつないのヒットします。挿絵もいっぱい出てきます。間違っても、稚児の像師、現代語訳で検索しないでください。戦国時代、蘭丸お前かわいいな。元禄年間、都市部に談笑を置いた影魔茶屋成立。弾圧してた反動ですごいことになってるんですね。キリスト教圏の国の後ろめたさに日本が付き合う必要全然ないんですよ。認めてたんだから、こうやってずーっとずーっと。そういえばジャニーズ事務所ってジャニーさん専用の影魔茶屋だったみたいですね。タレントの男の子を集めたらムラムラしたのか、その目的で集めたついでにタレントデビューはおまけだったのか、どっちなんでしょうね、いう話。まあまあ立憲とか共産が頭が悪くて実利を取らずに譲らずに意固地に頑張っててくれてよかったな、頭悪くてな、このまま廃案なんねえかな、思っております。 TBS 最新調査、自公連立解消すべき 64%、 3分の2ですね、約ね。山口夏男代表、連立政権に公明党の存在は極めて重要。自分で自分のことを極めて重要とか言っちゃうかそれ、人から言われるもんじゃねえのそれって思ったんですけど、まあよく考えると意味不明ですよ。連立政権に、公明党は重要って、婚姻に妻の存在は極めて重要と一緒じゃねえの。連立って、連立政権に公明党の存在は重要、連立に相手は重要、そりゃそうだろう。相手なきゃ連立 ないんだからさ、婚姻でも相手いなきゃ婚姻に成り立たないんだから、なんか意味不明。一般人はこれをおかしいと思わないのか、何言ってんのあんた、当たり前のことじゃないですか。何偉そうなこと言って煙に巻いてんですか、煙に巻こうとしてませんかって、騙そうって考えますよね。自公連立解消すべき 64%、連立継続すべき、これ継続すべきって連中はどういう連中が入ってんのかな。公明党の支持者と、自民党の支持者で、今の世の中でなんか美味しい思いしてるって人が合わさってこのぐらいなんでしょうか。
国益よりもですね、学会益を優先する公明党は百害ですかね。香港の支部潰されたくないから、中国共産党に逆らわねえんだから。中国共産党が怒るようなことを、やろうとすると、まあって止めに入るし、あわよくば、中国共産党に中国大陸での布教を許可してもらって、一大勢力になりたいって野望を持ってる、公明党は百害だと思います。最近はどの調査でも、維新大なり立憲の支持率が話題になっておりました。最新 TBS 調査、立憲 4.3%、維新 7.9%。なんかダブルスコアぐらいになっちゃいましたね。一般反応です。ありがとう、国田。まだ 4.3 もいんのか。4.3 多すぎ。TBS 持ってない。また名前変えようぜ。20人に1人の変わり者とか嫌われ者と考えると、そのぐらいいるかもしんないな。公明 3.9 にすら抜かれそう。この 4.3 の固定層のために最近では一般受けを捨てたようなパフォーマンスが目立つと。不法滞在者や LGBT など極端な少数者向けの活動ばっかしてるから、下がっていると。自民は嫌い。だからといって立憲共産令和には投票しない。小西文書に猿番族発言にうな丼の協力、カードを使ったのになぜ…盛りかけが足りないのでは。毎度おなじみですけど、まあパイオ率分析ですね。立憲 4.3、 共産 2.5、 社民 0.4、 令和 1.4 イコール 8.6% っていうのが、まあまあ治療不可能なパイオってことですか。11人に1人ぐらいですね。まあこのぐらいならまあ変なやついますよね。10年前はですね、これが12から 15% で推移してたから、だいぶ減った方だな。だいぶ減ったな、これな。時間は我々の味方であります。なぜならですね、今や160万人近く年間亡くなっている、ほぼ高齢者と思われる人の方が、立憲とか共産の支持者多いだろうから。これはテレビしか見てね、ネットで本当のこと知らねえからしょうがねえっていうのもあるんですけれども、まあまあ時間、自民支持者も、亡くなるんですけれども、まあ年齢でね、寿命でね、それよか率が高いと。パヨ支持者の率が高いと。そういうことで、時間は我々の味方であります。小山のために、立憲と共産党と朝日新聞と NHK の消滅を見届けるまで死ねませんな。公明党も追加しとくか。だからといって長生き競争じゃないですからね。滅ぼすのを急ぐっていう意味でね。日本側パヨ、和田春樹、うわー、伊勢崎健治、うわー、上野千鶴子、うわー、菅、なんて読むのこれ、菅直中、直中うわー、高村薫など32人、米国側パヨ、ジャック・マトロック元ソ連大使、デニス・ライヒ退役陸軍少将など14人、日米のパヨが結託し、東京新聞とニューヨーク・タイムズ、朝日新聞っていうのは、ニューヨーク・タイムズの日本支部が朝日新聞社の中にあって、朝日新聞社のニューヨーク支部がニューヨーク・タイムズのビルの中に入っていくからですね。に大意見広告、各国は武器を提供し戦争を煽るのではなく停戦交渉のテーブルを作ってください。ロシアとウクライナの話ですね。一般判断です。まあこれも情報戦。中国の台湾侵略を正当化する地ならし。侵略を許容することが正義なのか否か。停戦が今後の平和につながらないこともわからないバカたち。今停戦したらロシアの侵略成功ってなっちゃう。安全なとこから平和を訴えるだけのいい格好しい。対話が成立しなかったから戦争になったんだろうが、みんなでロシアを攻撃するのは正義では。条約も平気で破るロシア相手に交渉だと。突然侵略して喧嘩両成敗は通らんだろう。日本側のパヨども、また名前見ただけでうわーっていう面々ですね。こいつらこれ、ね、いつまで元気なんだろう。早く丸々とええなと思いますけどね。早く丸々、今停戦したら、ウクライナの一部をですね、占領した状態が定着してしまってですね、侵略大成功ってなっちゃうだろうが、びっくりドッキリ大成功か。占領地全部きれいにしてから撤退しろ。
って言ってもそれは拒否するんでしょうしね、条約も協定でも合意でも何でも平気で破るロシア相手に交渉するバカおる？な無駄だよ、全然全く時間の無駄。ロシア以外にもそういう国すぐ近くにありますけれども、条約とか契約とか約束とか合意とかいう概念がわかんねえつバカな国がね、こいつらも共産党と同じですね、9条を生かした外交で、それって無抵抗って、受任されるってことですからね。そうなったらですね、ウイグルやチベットを見なさいって、戦って死ぬより悲惨な目に今もあってんでしょうが、好き放題やられちゃってさ、戦って死ぬより悲惨な目にあってるよ。来るべき人民軍の台湾侵攻を正当化するためにロシアにもぜひとも侵略大成功ってしてもらいたいっていう意図が丸分かりですよね。今時はそんなのあんたらの支持者しか騙せねえ、治療不可能なやつらしか騙せねえ、思うんですけどね。共産党主義赤峰正読めねえ赤峰75歳超える入管法改正について、外国人や難民の人権を蹂躙するって、憲法は国民の人権しか保障してませんからね。マイナカード保険証一体化について、国民を医療から遠ざける企て、なんでだよって普通に保険料払ってたら保険証持ってんだろって話なんですけど、何言ってんだバカ。反撃能力獲得、沖縄が最前線になり敵の攻撃にさらされる、こいつは沖縄一区っていうところの、選挙区で当選したやつだって、当初部ってやつで沖縄一区ってね、自民公明維新国民の悪政四党連合によって悪法が強行されている。悪政四党連合ってまた新しい名前作っちゃったみたいですけど、支持者向けになんでかんで悪口言いたかったみたいですね。女子党とか参政党も思い出してあげてよ、おじいちゃん。悪政よ六党連合って言ってやってよ。誰一人取り残さない SDGs だったらさ、一般判断です。 LGBT 法も入れてあげなよ。なるほど、その3つは必要なものなんだな。悔しかったら選挙で勝ったらパヨらしいレッテル貼り、玉木もとうとう敵扱いか。自分と違う意見は全て悪って考えが狩ると、こんなに悪口言っておいて対話とか代表選もやらない党が何言ってもね。一番の悪政党は独裁党のお前ら。ロシアの侵略でこいつらの欺瞞がバレたのは良かった。9条があれば攻められないとかいう、ですね、そういう欺瞞が結構バレてますよね。焦ってると思いますけど、新悪政四党はですね、立憲共産社民令和でしょ、どう考えても、共産党その他パヨ政党の本音なんですけど、入管法支援団体の食いぶちを取り上げるな。保険証廃止、顔写真付きになっちゃったら貸し借りできなくなるんだろうな。指名手配犯もかくまってんのに、反撃能力獲得、人民軍様が安心して侵略できないだろうな。こんなのはさすがに言えない、本当は言いたいから、レッテル貼りしてゴニョ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 それっぽいことをあめいてるっていう話ですね。飯の種と外国のために働いてるって健常者は見破ってるよ、とっくに。選挙のたびに議席減らしてるのがその証拠でしょうが、いう話であります。というわけで6月11日 NHK ネット聴取反対デモ、ご参加よろしくお願いいたします。 NHK 割増金被害者の方ご連絡ください。メール等の皆様限定懇親会ご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。